遊びに来ませんかスタジオへ、では毎週月曜日から金曜日まで様々なゲストを招きしお話を伺っています。毎月第3金曜日には地球温暖化対策をテーマに、横須賀市環境政策部環境企画課のご協力により、始めようクールチョイス、地球の明日を守るをお送りしています。さて今回は横須賀市環境政策部環境企画課より環境企画課長である太田さんと江頭さんにお貸しいただいて、ごめんなさい、はい、はい、訂正ですね太田さんと、はい、江頭さんにお越しいただいています。はい、また特別ゲストとして1月27日土曜日に開催された横須賀環境フォーラムで講演をされた国立研究開発法人海洋研究開発機構、通称ジャムステック茂木耕作さん、略してモテ作さんに先月に引き続きお越しいただいています。冒頭から失礼しました。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では今日は早速なんですが、先月1月27日横須賀ベイサイドポケットで開催された横須賀環境フォーラム2018についてですが、いかがでしたでしょうか。はい、約ですね300人の方に来場いただきました。300人、ありがとうございます。すごいな。当日はですね3部構成で行われて、一部では夏休みエコチャレンジの受賞校、横須賀いいねエコ活動賞の受賞団体と、環境ポスターコンクール受賞者の表彰式が行われました。はい、それから第2部では発表、私たちのエコ活動では、小学校児童によるエコ活動の発表が行われました。そして第3部では本日のゲストであるモテ作さんによる講演をしていただきました。ありがとうございます。これらの内容ですね、後ほどモテ作さんにお話しいただければと思ってます。はい、でこれ以外でもですね、フロア展示として環境ポスターコンクールの入選作品や、市内の学校や、神奈川県横須賀市などの環境に関する取り組みの展示、またスカリンへ環境メッセージとして環境に対する思いや気持ちをメッセージにして、貼り付けをしてもらいました。はい、それからクイズラリーも実施して、プログラムの最後に当選発表と景品の抽選会を行いました。最後までお残りいただいて、抽選会にも参加いただいた皆様ありがとうございました。ありがとうございました。すげえ盛り上がってましたね、最後の抽選会も。ほとんど皆さん盛り上がる正解だったんじゃないですか。やってよかった、はい、ですよね。それからとにかくですね、小学校のエコ活動の発表、このプレゼンテーションが本当に上手でした。でこれはもう何日も練習してきただろうなっていうのと、先生もすごい一生懸命教えてくれたんだなっていうのをすごい感じましたね。そうですね、あれって毎年やってたんですか。毎年じゃないですね。今回初めて。もう初めてじゃないと思います。2回目7回目なんですけど、なんか俺その今回の見てすっごいレベル高かったから、そうですね、前のも見たくなっちゃって、その以前のやつも多分あったんだろうなと、そうですね、毎年発表の団体でね、発表してますからね。あの4団体は選ばれた4団体、いや、なんですかね、手挙げてもらってやってもらってるので、やっぱり応募してもらってる、はい、なのですごいやる気になるところなんで、レベルの高い発表会になってるのかなと。そうですよね、掲示物も作って、パワーポイントなんかの資料も子どもたちが作って、原稿を作ってプレゼンテーションをして堂々としてましたよね。いや本当にモテ作さんおっしゃると、私も本当に過去のものも見てみたいな。そうですね、日和さんも当日会場にいらっしゃって、はい、ちょっとラジオの生放送があったので遅刻で、全てのプレゼンテーション、表彰式はちょっと見られなかったんですけれども、モテ作さんのスカッコインザスカイには参加することが、はい、できたんですけど、講演された感想というかいかがでしたか。いや、あれそうだから、あのプレゼンの流れから来てたからそれもちょっとある意味なんかすごいこう風があったというか、追い風っていうか、すごいやりやすかったですよね。あ、こんなにこう前のめりじゃないけど乗ってくれてる感じがあったんで、あ、こっちもなんかこう振ったら返ってくるっていうか、こう打てば響く感じが最初からあって、僕もだからいろいろみんなにやってほしいな、乗ってほしいなって思ってたこといろいろあって仕掛けたんですけど、それにこうみんなこう別にその躊躇なくスムーズにこう、だから例えば全員立ってくださいとかいきなり冒頭で言ったんですけど、
なかなか立たないんですよ。あ、そうなんですか。普通は今までの経験からなかなかちょっとしぶしぶ立ち始めるみたいなのが普通あるんですけど、そういうの全くなくて、もうみんなバーって立って、もう言った通りにバーっと前出てきて、もうノリノリだったんで、もうすっごいやりやすかった。あ、はい、子供も大人もこんなにね発言するようなあの講演会って初めてだったんで、すごいびっくりしましたね。 あれは講演会ではないですよね、うん、そうですね、アトラクションでしたね。アトラクションでしたね。そうアトラクション目指したんですけど、どうでしたか、ひよりさん的にはどうでした。あ、楽しかったですね。で特にこうグループを作ってちょっと意見を言い合ったりとかいう話、ね、季節をどうのという時に江頭さんと一緒にグループになって、ね、私たち大人チームで、みんな真剣にやってましたよね。普通やっぱりこう付き添いできたお母さんとか担当の方って多分真剣に参加しないと思うんですけど、うん、ね、ちょっと気になっちゃうんですよね。はい、だけど結構真剣に割と、うん、あ、なんか我ながらいい問題設定です。あれやったことなかったんです僕も、うん、温暖化をテーマにして話すってほぼないんです僕は。今回はあえて温暖化をテーマにしてくれたんですか。あ、もちろんじゃ、あのイベントがそういうやっぱり環境、あ、趣旨を組んでくれて、もちろんもちろん、俺の言いたいことだけ言ってたら、そんな俺の自慢大会なんですよ。いや、前回このブルーショーに出ていただいたから、そういうのも含めていろいろ配慮してくれたのかな。いや、そう、それであの前回出させてもらった時に、まあ、あのトークで思いついたこともあったんですよね。役に立ったんですね。役に立ってというか、はいはい、もうなんかインスパイアされたというか、はい、やっぱ そういう感じにしたいなって、あの時はあんまりはっきり実は決まってなかったです、うん、あそこまでこういう風にしようって決まってなくて、でここでね、矢頭さんと太田さんとみんなで喋って、うん、はい、やっぱこういう感じのお話したいなって思い始めて、緊張してから考える。ある程度紹介しようと思うことはありましたよ。あ、その、はい、船で出かけてきましたよとか、こんな楽しい冒険を待ってるよみたいな、ね、いろいろ。それはそれで、まあ、持ちネタとしては、まあ、みんなに見せたいこう固定の部分はあるんですけど、で温暖化にこれどうやって持っていけばいいのかなみたいなのは実はあんまり固まってなかったんですけど、あれだからすごいシンプルな問題設定にあえてしたんですよ、ね、うん、当日ある程度こう相手の反応を見ながら変えれるように、うんうん、はい、そのやったのは会場の皆さんを、うん、春が好きな人は夏が好きな人分けて、ね、秋が好きな人、はい、冬が好きな人の4チームに分けて、はい、その好きな季節がちょっと暖かくなったらどうなるかと思うかというのをそのグループの中で喋ってもらってやったじゃないですか、はい、あれやったことなかったんですけど、あ、すごいいろんな意見出てました ね子供たちから。僕全然そのあそこまで行くと思ってなかった、うん、でだからその盛り上がり方次第で、まあ、僕がもうちょっとなんかいろいろこういうこともあるよああいうこともあるよとかっていう話に していくか、もう拾っていけばもうそれで済むかっていうのはちょっと流れで見ようと思ってたんですけど、もうほぼもうなんかこうみんなこう向きになって喋ってるから向きになってもうこれを拾っていけばもう1時間終わる、もう言いたい子ばっかりですよね。はい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 って、めちゃめちゃ言いたがってたじゃないですか、何度もね手を挙げてたくさん意見持ってるお子さんもいましたね。だからあれ実は終わってから来てくれたことコムとかもあって、すごい。あんまりそういうことは今までなかったです。あ、そうなんですか。うんうん、なんかファンの方がお子さんが、あの特に僕のこと知ってたとかじゃなかったですね。ファンとかじゃなくて、でも帰ってあれですよね。やっぱ楽しかったから、いろいろ学ぶことも多かったから、いろいろ考えてくれたから、うん、まだまだもっと言いたいみたいな、もっと言わしてくれみたいな感じの話だったですね。あそこまで反応があったのはちょっと僕としても初めてで、めちゃくちゃ楽しかった。あ、すごい嬉しいですね。まあ、今お話の中にも出てましたけど、主催をされたお立場としてはどんな感想でしょうか。はい、そうですね、小学生にとっては大きな会場のステージで表彰されることはとても貴重な機会であるかと思ってます。それから、それから滑走の発表においては、まあ、事前に準備は大変だったと思うんですけども、知って調べて発表という機会が次につながっていくきっかけとなっていただければ嬉しく思ってます。
はい、それがですねまたモテサクさんの講演がそのきっかけになったんじゃないかって思ってます。はい、あ絶対そうですよね、はい、いやそうこれね、うん、僕のちょっと講演で喋ったこともあったんですけど、うん、一応講演で喋ったんですけど、うんはい、ほぼ同じこと言ったんですよ。あそうですか。まあ大声を出せばいいんですけど、うんうんはい、その調べて考えて発表って人に伝えようとした時に頭良くなるよって言ったの。あでこれ本当にそうで、その調べて考えてまでは結構格好でいろいろやる機会ってあると思うんですよ。で結構まあ優秀な子は優秀だし、あの機会さえあればみんな能力ついていくんですけど、なかなか人に伝えようとするあんなでかい会場で、あんな素晴らしい会場でマイク通してですよね。やっぱりみんな緊張するじゃないですか、どうやって。であの緊張を味わえるっていうのもすごいことだと思うので、もう一生忘れないですよね、ああいう経験が。僕も大人になってからしかないですよ。小さい頃に味わっといた方がいいんですかね。じゃあ僕はそうだと思うんですよ、だからそれこそだってあれね、やっぱ野球やってたら甲子園行きたいでしょ。そうだ死ぬほど緊張するけど甲子園憧れてみたいなのと一緒だと思ってて、まあ、それちょっと小さいかもしれないけど、まあそこの舞台に立ってマイクを通してあのでかいスクリーンで自分の言いたいことを300人に知らせるってすごくないですかっていう、うん、で自分の人生考えてもそんなの初めてやったの俺何歳だったかなって。そうですね、あります。ないですよ。ちっちゃい頃そういう顔があったら嬉しかった、まあ、出れるか分かんないですけど、今モテサクさん言われたようにこう学校ってあの教えてもらって調べて考えたりはするけど、いや確かにこういう、まあ、仕事の部分はあるんですけど、発表する場っていう仕事に携わったことで、あこういうなんか学びの場っていうのもあるんだなっていうところを初めて知って、この考え方って結構、まあ、私もそんな詳しくないんですけど、はい、環境教育っていうのがあって、それってまあ体験をしながら学ぶっていうところでこういうステップを踏んでったらっていう一つの目安のところで、まあ、それを場を提供するっていうところで、こういう場があるっていうのは子どもたちにとってもいいんじゃないかなっていう感じがするんですよね。本当にその体験っていう言葉はものすごい結構大事じゃないかなっていうのは、発表の中でもいろんな体験してきましたよっていう発表が結構あったじゃないですか、はいはい、いろんな生き物を調べてみるとか、自然環境に実際出かけてみる、それがすごい大事な体験だったっていうことを発表してた人だったんですけど、あの環境フォーラムにの舞台に立つこと自体もすごい体験だったんですよね。そうですよね。あれがだから僕も見ててなんかちょっと勝手に感動してて、あ別にその子たちの親じゃないんだけど、いろいろあったんだろうなって、ここまで来るんですよ、頑張ったなお前みたいな、もう本当なんか愛情がこう、勝手に湧いちゃうっていう、ですよね。学校のね、市中研究なんか取り組みますけどね、はいはいはい、あの発表っていう部分がないですもん ね、 そうですね、クラスでね、何十人かの前で読むっていうのはあるかもしれないですけど、ね、これぜひずっと続いていくといいですね、あのアンケートもいくつか、ね、だいぶ評判が良かったみたいな、はい、そうですね、なんか言いますと、はい、公園での子どもたちの積極的な参加が良かった、はい、それから地球温暖化について子どもたちが考えるきっかけになったと思う、はい、それから公園は楽しく参加型で良かった、おー、ありがとうございます。スカッコインダスカイは公園とはまた違う感じで子供たちには楽しそうでした、こういうのも楽しいです、それから最後にジャムステックの研究員の方の講演がとっても良かったですと、ありがとうございます。褒められてます、はい、褒められたありがとうございます。褒めるがでしたもんね、はい、テーマでしたもんね、そうですね、モテサクさんも褒めると、でもそれすごく良かったですよね、逆のことでネガティブになるっていう経験は、よくありますよね。ありますね。叱られる、けなされるとかね。なんかこう褒めまくるイベントっていうのはなんか本当に気持ちが良かったですよね。そうですね。ああいうのちょいちょいやりたいなと思いました、やってみて。ああ、ぜひ横須賀の子どもたちはみんな多分いい反応を示してくれるんじゃないかなと思うので。褒めてる方も嬉しくなんですよ。あ、そうですよね。あ、褒めてる方も。ここはもうちょっとちゃんとしなさいとか言ってるよりも、うん、これすごいよとか言ってる方が、う
結局こっちも気分があって相手もまあ嬉しそうなから、うん、そうですよね。お互いいいんですよね。ね、先生とかも参考にしてくれるといいですね。学校すごい楽しい、ま。毎日だとね、いろいろ注意しなきゃいけないこともあると思うんですよ。でもああいう時アトラクションは、うん、ね、ディズニーランド行って注意されることないんで。そうですね。それつらすぎですよ。夢の国に行って怒られるっていうのつらすぎですよ。確かにね。アトラクションってそういうもんなの。たまに行って、うん、すごい気分が上がるっていうためのこともあるのかな、うん、はい、お話の中にもところどころ出てきたと思うんですけど、ムテサクさんが、まあ、そういった子どもたちとかに公園で一番伝えたいことっていうのは何ですか、これからも。あ、一番っていうのはなんか、うん、公園で僕頭が良くなるために3つ、はい、みんなやったらいいよって言ったのが、はい、大きな声出した方がいいよって言ったらさ、そしたら目が覚めるんですよ。それだけなんですけど、あと二つ目が結構僕は大事だと思ってて、楽しむためにはどうしたらいいか考えるっていうのが一番頭良くなるんですよ。で、いろいろ結構めんどくさいこともあるし、しんどいこともまあいろいろありますよね、はい、温暖化の話とかだと、だからあれを我慢しましょうとかいう話も結構多いと思うんですけど、それ我慢じゃなくて楽しむためのゲームにすり替えちゃったら、あ、もうみんな先を競ってそれをやっちゃうぐらいの方が一番この理想的な取り組みになるんじゃないかな、うん、もう気づいたらそういう風なことができてるんで、俺が先にスイッチを消したとか、俺が先にあそこの電気を消したとか、ゲームにしちゃうってことですね。そっちの方がやっぱ面白くてみんな乗ってくるじゃないですか、うんうん、でそっちの方が効果高いんですよきっと、うん、何時間電気を消しました、頑張りました、我慢しましたっていう話よりも、うん、それだといつか辛くなってもういいやってなっちゃうかもしれないですけど、それはそれでやれることはやった方がいいと思うんですけど、うん、じゃなくてなんかこのゲームのルール自体を変えて、俺はそのステータスとか得点を積み重ねるために、うん、ひたすらあそこをやってるんですよ、削るんだだったら盛り上がりも肩もまた変わったりするかもしれないし、でそういう頭の使い方してみたらなんか別な技術が生まれるかもしれないし、うん、それこそイベントのなんか人の集まり方とかも今まで集まってた人とまた別の人が集まってくるかもしれない、うんうん、今まで訴えてきた人で、あ、分かってくれてる人はまあもちろんそれで全然いいんですけど、多分これからはその今までなかなかそれで届かなかった人にどうやって広げていったらいいのかなっていうそれはこともやっぱりやっていくと感じるじゃないですか、うん、感じますね、多分長年やってるじゃないですか、ずっとあると思うんです。僕らもまあ同じなんですけど、長年続けてるとやっぱりそこにぶち当たるから、うん、そこをどうやって壁越えるかみたいな時に、うん、楽しくする要素でどうやって周りの人をみたいなことは、うん、でそれはだからその子供たち自身にも考えてほしいな、あ、自ら、はい、ね、あ、その環境の問題だけを考えるんじゃなくて、うん、考え方の幅をどうやったら楽しくなるかみたいな感じで広げていってくれたら、まあ、環境だけじゃなくていろんなことで、そうですごいね、はい、いろんな能力が伸びる可能性があるんじゃないかなと思ってて、うんうん、そんなことが一番言いたかった、うんあ、十分伝わっていたというか、うん、なんかここ大きい声でね、入って手を挙げて何でも言っていいんだなっていう雰囲気になってましたよね、うん、そうあれがすっげえ嬉しかった、ね、なんかこう我慢したり、ちっちゃい声出るんじゃなくて、うん、もうはいはいはい、楽しそうでしたよね、子供たちね、ね、やっぱり何言っても褒めてくれるから、うんうん、めちゃめちゃいやでも実際に無理して褒めたこと一個もないんですよ本当にすごいなと思って、でも聞いてて思いましたよね、思いましたね、あ、なるほどって思ったしでしょ、うん、っていうかね、僕そんな無理やり褒めてないです、うん、なんかいろいろ言ってきてくれたことは本当に素直に、うん、へえと思ったからそんな周りにね、俺だけ無理してるなと思われたくないから別にそんなことは言わないですよ、うんうん、ねえ、よく知ってるなとか、うん、よく気がついたなっていうようなことをね、そんなこと考えたことなかったなっていうね、うん、
でもそのモテサクさんの思いがちゃんと会場全体に伝わっていて、はい、子供だけでなくて私たちのような大人もみんな乗ってくれるかどうかであの場が変わるんで、うん、よかったです。これが次につながっていただけると本当嬉しいです。ですよね。クールチョイスの番組もね、ここからスタートしたらちょっと違ったかもしれない。楽しみながらクールチャンでいこうね。長い間9回目ですか。9回目ですね、はい。そうなんですよね。非常に残念なんですけれども、今回。そうですね、まあ、このクールチョイスとしては、うん、まあ、最終回、ただ皆様のお仕事は続く役割はあるので、はい、まあ、発信はねしたいなとは思うんですけども、まあ、一応節目ということで振り返りもしてみようかなと思うんですが、お手作さんも一緒にお願いします、はい、まあね、昨年の6月から毎月第3金曜日に地球温暖化をテーマにした始めようクールチョイス、うん、地球の明日を守るをお送りしてきて、はい、まあ、今回9回目。そうだったのね。9回いやー、素晴らしい。9回やりきったんだから。いや、すごいよ。あれですよ、ね、はい、今私も手作さんに褒められてます。ものすごい褒められてます。気分よく。いやいやいや、今日もね、今日も褒めていこう。いや、改めて地球温暖化についてお聞きしたいと思います、うんうん、そうですね、あの第1回の放送でちょっとお伝えしたんですけども、うん、あのまあ本作さんの前でなんでなんですけども、地球はまあ大気に包まれるように、うん、と取り巻かれていて、この大気があることによって地球の気温っていうのがまあ快適に人が暮らせるように保たれているんですね。はい、で大気の中にはあの前回の放送でもお話ししましたけど、二酸化炭素などの温室効果ガスが含まれています。この温室効果ガスなんですけれども、地球の表面から放出される、まあ、出ていく赤外線を吸収して、それで地球の平均気温が、うん、あの人とかあの動物生物が住みやすい15度ぐらいに保ってくれてるんですね。だからまあ温室効果ガス自体が悪いということではないんです、うん、ただあのまあ大体200年ぐらい前に起こった産業革命以降ですね、まあ、人がまあ地中から石炭や石油などを掘り起こして、大量にまあ燃やすようになってしまったために、二酸化炭素の排出量が大気中にすごい増えてしまったんですね、うん、はい、うん、でこの影響があって温室効果ガスの濃度濃さが上がって、地球の表面から放出される熱をまた吸収してしまって、地球の平均気温が上がっている、この状態が、うん、まあ、地球温暖化と呼ばれているものなんですね、うん、はい、ありがとうございます。国の取り組みとしてはこの放送のテーマでもあるクールチョイスというのがあるんですけれども、はい、こちらも改めてクールチョイスについて教えください。そうですね、はい、そうですね、まあ、最近のその地球温暖化に関する、まあ、あの国の取り組みなんですけれども、クールチョイスっていうのは、まあ、地球温暖化対策のための国民運動のことを言ってます、うん、はい、で2015年に全ての国が参加する形で2020年以降の温暖化対策の国際的な枠組みと呼ばれているパリ協定が採択されて、2017年の11月に発行されたんですね、はい、でこのパリ協定の目標と世界全体の目標としては、世界の平均気温これを2度未満、うん、さらに 1.5 度以内に抑える努力をするっていうのが目標です、はい、でもう一つは今世紀の後半に温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするっていう、うん、結構これすごい、すごいすごいルールですよね。すごいですね、はい、はい、これ、これ本当にまさしくその考え方自体を変えてて、そのパリ協定の前に京都議定書っていうのが、うん、そうですね、うん、1997年とかにあったんですけど、うん、まあ10年前ですよね。だその10年前の時はそれこそ本当に我慢しましょうの、うんうん、取り決めだったんですけど、パリ協定ってルール自体がもうなんか決め方がすごい変わってて、その我慢じゃなくて実はこれその決め方が根本的に違ってて、そのもう石油を燃やして便利にしましょうの文明を卒業しますよって宣言しちゃってる。そうなんです。それでじゃあ石油をなしにしたとしたら
次何かが別に必要になると思うので、うん、そのための技術を誰が一番先に作るかっていう競争になってるんですよ、うんうん、だから我慢じゃなくて俺が先にこれをやるっていう競争にみんなが参加するっていう、それがねじゃないゲームチェンジ、それゲームというかルールが変わってるんで、うん、これはなんか僕もあのこの話を聞いてた時にあ全然違う言葉が起こったと思って、うん、すごいびっくりしました、うん、はい、だからそういう意味ではだからあのなんていうかニュースとしてはよくある温暖化対策のために各国が協力して話し合いました、うん、前もそんなことあったような感はあるんですけど、うん、これ実は全く中身が違ってるっていうのはすごいなと思って、まあ、全世界が参加するっていうところでもまた画期的だよね、あったんですね、だからこそその参加する国の数が全然違う、違うんですよ、京都議定書の時はすごく、まあ、アメリカも入らなかったし、うん、はい、そのそれじゃ賛同できないよっていう国が結構いたんですけど、うん、今回もう196か7と かそのぐらいな、だからもう全員出て我先に俺に入らせろぐらいの感じなんですよ、うん、入らなかったら逆に損するっていうルールになっちゃって、だからこそこうみんな前向きになってるのかなと、うん、まあ、全部がこれでクリアになってみんな得するみたいな話にはいきなりにはならないんですけど、そうですね、うん、やっぱルールとか考え方を変えましょうって言ったことが大きいんじゃないかなと思ってて、うんうん、そういうのがだから今後、まあだから世界全体もそうだし、僕らの身の回りの身近なこと自体にもそういうことがすごい起こってくるんじゃないかなと、うん、そうですね、はい、で実際まあそれが2年後から始まってくる感じなんですけど、はい、まあそれに向けてまあ国としては一応あの目標として2030年に2013年比で 26% 温室効果ガス下げましょうっていう目標を挙げてるんですね。でその中によってまあいろいろあるんですけれども、2016年にこのパリ協定をもとにその当時の安倍首相が環境大臣を、まあ、長にしてクールチョイス推進チームっていうのを軸に国民運動を進めていきましょう、はい、低炭素型の商品やサービスをもっと拡大していきましょうって発言をもとにこのクールチョイスっていうのができたんですね、はい、うん、でクールチョイスって、まあ、言葉だけでなかなかわからない方はぜひあのホームページで見ていただければと思うんですけれども、はい、調べてくださいって言ってください、ね、調べてください、ね、クールチョイス、でもそう能動的になっていく方がいいと思うんだよね、こっちから言っていくよ、ね、そうですね、まあまあ、でそのホームページでは、まあ、地球の中って何とか、うん、今後どうなりますとか、はい、でどういう行動すればわからないって方にはこういうアクションとかプログラムがありますって紹介とか、うん、で全国でいろいろ取り組みをした紹介とかが載ってるの で、はい、でもし興味があって見ていただいて賛同していただければ賛同登録っていうのがありまして、で、ね、はい、で現在の時点では大体400万人ぐらいが登録しているというところなんですね、うん、ぜひお願いします。まあ、具体的にもこれをやりなさいということではなく、先ほどの本作さんの話にもありましたけど、自分ができること楽しいと思うようなことでもいいと思うんで、うんうんうん、そういうところから始めていただくっていうのが大事かなと思います。はい、はい、なんかアプリもあるんですね。あ、そうですね、去年できたんですけど、まあ、より、まあ、身近に今スマートフォンとか身近になってきてると思うんで、そこでアプリみたいなのがあって、はい、今言ったような調べたりとか参加したり見たりとかっていうのができるので、ぜひ活用してもらえればなと思います。はい、はい、さあ残り時間が40秒ほどになってしまいました。まあ、横須賀市でももちろん取り組みをされていまして、まあ、さまざまなコンクールであったりとか、まあ、プランだというものがございます、はい、またちょっと改めて別の時間にお伝えしようかなと思っております。はい、ということで、なんかこう名残惜しい最終回なので、ね、必ずまたぜひ発信をしていただきたいというふうに思っております。最後はボリュームがいっぱいで、はい、ギリギリのお世話になってしまいましたけれども、はい、始めよう、クールチョイス、地球の明日も、そうですね、役割は十分になったかなというふうに思っております。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さすがフリートーク、フリートークさすがね、ギリギリになっちゃったもん。大坊さんの原稿食っちゃった。いやいや、いいんですよ、長めに作ってたんですけど。結局最後のも
そうですね、我々がハリ教ですごい分かりやすくて、うん、そういうことですよね、うんうん、俺昨日 YouTube で見たのマリキューみたいな話をしてる環境圏のエモリー聖太さんって、何時ですか、まあ地球温暖化研究の、うん、まあ、日本で一番有名、まあどうですか、国家圏の、そうです、国家圏の超イケメンなんですけど、そうなんですか、そのまあでも彼がずっとテレビ出てたりとかして、まあその研究者同士ではしてるんですけど、あ、はい、彼がいろんなメディアに出てて、そのあとなんだ、不都合の真実の2が出たりっていうので、なんかその YouTube に番組で出てて、パリ協定の話とかいろいろしたんですけど、そのパクリをさっき喋ったし受け売りっていうかパクリじゃないですけど、ちょっと人に教えるルールが変わったんだよ、ルールが咀嚼って言ってる、あ、江森さんが言ってるの間違いない、わかりやすかったですね、ー、ルールですね、まあでもちょっと貴重な言葉というところで、なんかやっぱりその楽しみながらというか、ね、うん、でもまあそういうところができればなというところではあるんですけど、まあ、今回のフォーラムなんか最終的に子どもたちがあんなに楽しんで、そうですね、歌っていうのは本当にやってる方も楽しいですからね、はい、発言することでその参加したっていうのはそれだけでもちょっと嬉しいんですよね、うんうん、あれはだから手を挙げて当たるっていうことが、うん、なんかその当たりたくてあの場に来るぐらいな感じに次年度からなったりとかしたら、あのね、ディズニーランドでね、僕が好きなタートルトークっていう、はい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 、知ってます、知ってます、知ってます、対話型のアトラクションがありますね。カメさんが前に出てきて、うん、当ててくるんですよね。そう、客に当ててくるんですよ。うん、おいで、今日は誰と来たんだ、お父さんとお母さんとかいて、なんかこういろいろやり取りして、そう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 、カメさんとね、いろいろやり取りして、まあ楽しくするっていうアトラクションなんですけど、これ最高だなと思って。まあ、あれはでも金払ってるから楽しませて当然感はあるんですけど、多分あの仕組み自体はいろんなとこで使えるなと思ってみんな言いたいんですよ、なんかあれですよ、きっかけがあれば当ててほしいんですみんなだからなんか目立つ格好してきて当てられやすい帽子かぶってみたりとか、その対話型みたいのがあると本当にいいと思うんですけど、なかなか太田さんと喋りたいみたいな、マジっすか、喋りたい、喋りたい、喋りたいでしょ、横須賀市の俺太田さんと喋りちゃうわみたいな、マジっすか、そうですね、やっぱ会話の中でこういろいろこう出てきてまた新たなところがね、うん、出てくるからね、ちょっとそこら辺がヒントかな、うん、っていうのも江頭さんが LINE ででっかい事業を作るので来年僕だから一観客として行きます来年も大丈夫よ、ね、第2弾第2弾あの席の後ろの方ですごくはしゃいでる大人が初対に、はい、楽しみ、楽しみが増えましたね、ありがとうございます、ありがとうございました、じゃあ3ヶ月に1回ぐらいとかまた依頼をというご相談というところで、はい、頑張ってください。え、なんか障害があるんですか？来年もやろうとすると。いや、ないです。ただ役所なんで、うん、正式に上の方に依頼をという手続きだけというところですね。だ第9回の音源をだから上に聞かせて、こんなに盛り上がったんですよね。すごいでしょ、どうなるんだみたいな、太田頑張りましたみたいな飲み会になっちゃうじゃないですか、少なくとも課長は通してくれますね、通してくれますね、部長も行けます、部長も大丈夫です、ね、もっと上なんですね、いやいやいや、部長まで OK もらえれば大丈夫です、だからまあ改めてそういうお話をいただければってことですね、はい、そこはまたご検討いただければ、はい、はい、お願いいたします、Thank you.
願いします。またぼっとしました。お疲れ様でした。休暇僕だけね、なんか最後の美味しいとこ取ってきました。いい休暇に続けたことが 大事なんですよ。やっぱり最後の8、9がちょっと違う形になってヒントになりました。もう一回から俺聞きたいです。いや、日和さん一応いいって言ってくれたんですけど、もうつまんねえ話だなと思って。棒読みで。棒読みでね。ちょっとでもネガティブ感がちょっと高めてますよね。最初の方はね。どうしても。いやでもそうやって試行錯誤して、ね、たどり着いたから、やっぱでも大人になって調べたから勉強になったこともあるじゃないですか。今回じゃあやっぱり言うから調べましたよ。うんうん、それ自体に結構価値があるんですよ。そうですよね。今回9回褒められた。だってそういう人が一人でも増えることが大事なんですよね。そうです。まず一人増えない、一人増えてっていう意味ではね。あ、でも講演会もね、本当松作さんに頼んで、本当こういう機会もできて本当に良かったなと思います。そして俺をチョイスするという ね、クールチョイス、クールチョイス、賢い選択です。クールチョイスですよ。クールチョイス、はい、あ、よかった。クールさん、フォーラムまでお越しいただいて本当に、はい、そうですよ、それでよかったです。そうですよね、うん、まさか来ていただけるとは。来ますよ。フォーラム自体に初めていらしたんですよ。これは初めて行ったと思いますね。あ、そうなんだ。大体私たちって司会とか頼まれることが多いので、市の仕事だと迷彩とポケットとかだと私多分月に2本とかはやってるんです。あ、そうなんだ、はい、じゃあ慣れた環境なんだ。もいや、それはちょっと他の人が司会やってるの見ると不思議な気持ち。ああ、そういうもんなんだ。しまいす。あ、じゃあなかなか客としては行かないもんなんですね。いや、ああいう行くは行く、私は行く方だと思いますけど。ああ、そうなんだ。でも仕事で頼まれることの方が、そうかそうか。